39歳の男性教師が同僚の女性教師の唇に無理やりキス。懲戒免職処分に。飲み会が終わった後、車で送ってもらい、感謝するためだった、などと弁明。同僚の女性教師の唇にキスをしたとして、北海道日高地方の高校に勤務する39歳の男性教師が懲戒免職処分になりました。北海道教育委員会によりますと、男性教師はおととし6月、複数の同僚教師と飲食店などで酒を飲み、飲酒していなかった女性教師の運転する車で、他の参加者と共に自宅まで送ってもらいました。その際、最後となった男性教師は自宅近くで女性教師にキスしようとしました。やめてほしいと抵抗されましたが、女性教師を押さえつけて抱きつき、唇にキスしたということです。女性教師は翌日、学校に被害を届け出ましたが、女性教師が大ごとにしたくなかったとして、学校は口頭注意にとどめ、同教員には報告しませんでした。その後、女性からの被害の報告を受けた同教員が調査を行い、懲戒処分の決定を下しました。学校などの聞き取りに対し、男性教師は、わいせつ行為をする意図はなく、送ってくれてありがとうという感謝の意を示したものだった、などと弁明したということです。